ント会が、まあ、行われるといいますか、こんなイベントをやろうと言い出したのは、実は今度9代のこの保護司会の会長になられました中村明人さんから、ちょうど去年の5月頃ですかね、実はそのさっき紹介にありましたマッサンの撮影で広島に田植えのシーンで来ておりました時に、突然電話が携帯に入りましてね、まあ実は保護の保護司会が65周年を迎えるにあたって、なんか一つイベントをやりたいと、君公演やってくれないかって言うんで、まあ実を言いますと子供の頃から大変お世話になってたんで、まあ今までその恩返しと言いますか、お礼の一つもしておりませんでしたので、まあこれは死ぬ前に一度だけ恩返しをしなきゃいけないっていう、まあこれが恩返しになるかどうか分かりませんが、じゃあまあなんか喋ろうと言って、じゃあ俺が代が決めてやるって言って、この前田君の一代金っていうのは中村会長が決めましたよろしくお願いします。スタジオ関係もございますが、保護司会の65周年おめでとうございます。そして9代の中村さんおめでとうございます。これから豊富の少年、少女といいますか、青年たちを、未来ある青年たちを、頑張って育ててください。そして明るい豊富にしてほしいと思います。実は私もですね、青い季節風という保護司の映画をですね、主演をしたことがあるんですよ。で、それはちょうどね、見延都政の頃でしたから、ちょっといろいろ探してみたんですけどね、今、日本映画チャンネルというのが、いうところがですね、著作権を持っておりまして、本当はできたらちょっとでもね、これ上映したらいいなとは思ったんですが、残念ながら上映できませんで、でも、まあ、僕の目の黒いうちになんとかその映画をですね、手に入れて、本日来ていただいた方とか、ホームで保護司で頑張っていらっしゃる方に一度見てもらいたいなと思っております。それでは、まあ、一代記ということなので、まず先ほどから出ておりますマッサンのお話からしていきたいと思っております。これはマッサンの、もう僕、私もマサシという役で、息子はマサハルですけども、私もマッサン、実はマッサンですけども、まあ朝早くから応援してくださってありがとうございます。ただ、撮影がですね、実はマッサンがですね、心ゆくおいしいウイスキーを作っていないのでね、90近くになるんだけど死ねないんですよ。それでね、まあ実は台本をいただいて、今ホテルに置いて剣道の練習してますよね。で、こういう壇上で演劇部の人が台本を持って稽古してたんですね。で、それを僕はずっと見てて、ちょっとそれ俺が読んでやるって、タタタッと読むと僕の方がうまいんだよねそういうこととかがあるからね、ついついまあうんぼれちゃったんだけどねそう。で、あと何でしたっけ前田銀さんって私も知らないです。そうですね、前田銀っていうのね、前田、僕本名信明って言うんですけど、信明でもね、ずっと出てるんですよ、作品ね。で、まあ一応奴隷工場っていう主役のオーディションに向かった時に、この映画が上映されたら、まあ、180度変わってやろうという気持ちがありましてね、自分でね、人命辞典を見て、前田銀っていうのは、まあ、よく言えば金はそのままほっといても磨かないでもそのまま光るけども、銀はちょっとほっといたらすぐ腐食するんですよ。常に磨い続けていなきゃ、それがまあ一つの意味ですね。それでまあ当時一時っていうかね、名前が一時佐藤慶とか加藤剛とか、そういう一時がまあ流行ってて、それにまあ名前がなかったら新聞に載らなかったりすることもありますからそれでまあ短くしちゃえと思うんで、ね、それはもう完全に自分がつけた名前ですね。はい、幸せバス大使委任状、前田銀様、豊富市の地域ブランド幸せバスの情報を発信し、観光振興、まちづくり推進にご協力いただきたく、あなたを幸せバス大使に委嘱いたします。平成27年1月24日、東京都会議所、北村のこと、どうぞよろしくお願いします。はい、ぜひ、はい、はい、それ、あ、じゃあ、はい、55年前にこの方をワードにしまして、まあ、正直言いまして、この55年ぶりに帰ってきて、幸せの大使を、
任命いただきまして、大変嬉しく思っております。もうここの報復には、親も兄弟も仲間もいませんけれども、あ、仲間じゃなくて、親戚もいません親戚もいませんけれども、ここに来ていらっしゃる皆様も含めまして、報復のみんなを、友達だと仲間だと思って、この抱負をですね、幸せバスに、頑張ってしたいと思っております。私が55年前に後にした時は伸びる抱負というのが、題でございましたけど、伸びる抱負がまあ伸びて、その後幸せバスになったということで、これからテレビや雑誌で、幸せバス大使をやってるということを宣伝させていただきます。よろしくお願いいたします。これからのますますのご健勝と、それからの ご活躍をお祈りしております。皆様、今一度、盛大に拍手。